写真は歩かなければ自分の思いに出会えないのであり、それも朝から出かけて夕方、日が沈むまで歩き回るのである。大阪市内の一部を歩き、町をライフワークのようにして、都会派で通していたので、アスファルトジャングルを撮影しに行くと言ってよく歩いたものである。溝筋という道路が南北に走っており、ビジネス街であり、この道路を一日に2往復し、その脇の道路に入って撮影したりと、ファインダーを覗き、シャッターを切りながら歩いた。また脇の裏通り、これがまた良いのである。同じ大阪市内の北区の中には、本当に雰囲気の違う街がある。日本で一番大きい商店街と言われており、天満宮があり、この天神さんの夏祭りは大変なにぎわいであった。写真家の岩宮武二先生が、写真は省略作業であるのだよ、撮影するたびに思い出していたような気がする。